Fire HD 10タブレット2019第9世代。Wi-Fi のパスワードを入力して接続しました。Wi-Fi ネットワークで検出された時刻、日本標準時に自動設定されました。です。この端末は Amazon アカウントに登録されていません。この機能を使用するためには、既存の Amazon アカウントにログインするか、新しい Amazon アカウントを作成する必要があります。端末を登録します。サインイン。Fire を登録。すでにお持ちの Amazon アカウントで Fire を登録すると、豊富なデジタルコンテンツをご利用いただけます。位置情報サービスを有効にする。写真とビデオを自動保存。Wi-Fi パスワードを Amazon に保存。Fire タブレットに新しい機能が登場。Alexa を使って音楽の再生、通話、ニュースや電車の運行状況のチェックなどができるようになりました。タブレットで Alexa を使うには、Alexa と話しかけてください。Alexa、今日の天気は？今日の天気は晴れです。最高気温は25度、最低気温は19度。話しかけるだけで見たいビデオの検索もできます。アレクサ、アクション映画を探して。こちらが見つかりました。アレクサの使用を開始する。アレクサを使うと画面がオフの時、パスワードでロックされている時でも音声のみでアプリの起動、質問、楽曲やビデオの再生など様々な操作ができます。Alexa は設定画面からいつでもオフにしたり、使用を制限することができます。
このファイヤーを子供向けに設定しますか？子供用プロフィールを作成してフリータイムを使うと、次のことができます。アプリ内課金と広告をブロックする。学習目標やタイムリミットを設定する。ペアレントダッシュボードでお子様の使用状況を確認する。あとで、子供用プロフィールはフリータイムアプリでいつでも追加できます。Thank you.
動画を気に入ったら、いいねボタン、チャンネル登録。Please subscribe to my channel. 画面の丸いアイコンをタップしてチャンネル登録。新しい動画を毎週追加しています。他の動画もぜひご視聴ください。